ローンは韓国の歌手、俳優である。本名はキム・ソグ。男性アイドルグループ SFQ のメンバー。FNC エンターテインメント所属。ソウル特別志向南区出身。2016年10月に FNC エンターテインメントから SFQ のメンバーとしてデビューした。同年、キム・ヒチョルが MC を務める新バラエティ。 リップスティックプリンスにレギュラー出演することが決まった。俳優としてのキャリアは、韓国の学校シリーズの7作目、恋するレモネードの脇役からスタートした。2018年3月、TVN のドラマ、アバウトタイムから止めたい時間でイ・ソン・ギョン演じる、主人公、ミカの弟役として抜擢された。また同年、SBS のテレビドラマ、輝く星のターミナルに出演し、 SBS 演技大賞で新人俳優賞にノミネートされた。2019年には偶然見つけた春で春役を演じ主演を務めた。春な役を引き受けた後、ローンの人気は急上昇した。MBC 演技大賞で共演者のキム・ヘイユンとイジ・ウクと共にベストカップル賞にノミネートされ、個人では新人俳優賞を受賞した。2020年1月、 メイクアップブランド、クラビューの新モデルに選ばれた。4月、アニメ映画、トロールズ・ミュージック・パワーの韓国吹き替えで、ブランチの声優を務めることが発表された。2020年8月、ザ・ノース・フェイスの広報大使に選ばれた。主演作は太字。ありがとうございます。